アウドベラは、フランク王国のネウストリア王キルペリク一世の初婚の日。トゥールのグレゴリウスは、アウドベラをキルペリク一世の初婚の聖日としている。アウドベラは、キルペリク一世との間に数人の王子、王女を生んだ。比較的遅く書かれた資料であり、広く論争されている。フランク私文書、ライバーイストアール・フランコルムには、アウドベラが、メシいのフレデグンドの罠により、 王との離婚に至った。実際、ザクセンで弟のシギベルトとの戦闘による王の不在を好奇と見たフレデグンドにより、アウドベラは純真な人柄を利用され、第六子のシルデシンでの大母になるようそそのかされた。アウドベラは関係により自分の娘の大母となったり、夫の噂話をしたりしたことで罪を犯したことになり、教会から、 禁親相関の罪に問われることを恐れた王家から王と王妃の寝室に立ち入りを禁じられてしまう。戦争から戻った時、フレデグンドからその話を知らされたキルペリクは、教会から破門されないようにアウゾベラとの婚姻の無効を宣言し、ルマンの修道院にアウゾベラを入れたとされる。このように彩られた逸話は、 西郷土族の王女、ガルズウィーントと,と結婚できるようにするために、キルペリクが全ての妻を追放することを余儀なくされたとされ、トゥールのグレゴリウスによる初期の文書の主な文で記載されている。その後、アウゾベラは、フレデフンドの暴略の犠牲者となり、王妃の座を追われた。その目的は、キルペリク一世の中心的存在の祭祀を、 宮廷から追放することであった。トゥールのグレゴリウスによれば、宮廷を追放された後、アウゾベラは580年に、フレデグンドが差し向けた下僕により、ルマンで暗殺され、彼女の二人の息子、クロービスとメロビクは、フレデグンドの命で追われ、処刑された。長女バシナ王女は、多い継承者に該当しなかったため暗殺は、免れたが、フレデグンドが差し向けた下僕たちにより、 まだ幼少であったが容赦なく領辱され、ポアティエの修道院に習監された。イヴァン・ゴーブリー、クローター2、https コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドットコムスラッシュブックス、ID イコールエスカグイーハンド、ピコグラムイコール PT205&DQ イコール、オードフルパーセント c 三パーセント a 八で、アサシンパーセント c 三パーセント A9。 イーハットテクストラテンジュリーブルフォーデ、グレゴワールデツアーズ、ロジャー、シャビエル・ランタリー、レメディビン・ジーン、テンプス、2000年、エディションズ・ペリン、26から37ページ、255ページ。ISBN 978から2から262024758。グレゴワールデツアーズ、ペルタン・ビアン・レンセン、エマウェイ・シュールセットエピソード。ありがとうございます。